デレック・ルークはアメリカ合衆国の俳優。2002年、デンゼル・ワシントン監督、制作のアントワン・フィッシャー君の帰る場所でインディペンデント・スピリット賞を受賞した。ジャージーシティで生まれた彼の両親はピアニストのマジョリー・ディクソンとガイアナ人の元俳優、モーリス・ルーク。彼の兄弟にはダニエルとモーリスの二人がいる。ジャージーシティのスナイダーハイスクールを卒業。 1998年には、歌手で女優のソフィア・アデラ・ヘルナンデスと結婚。ソニー・ピクチャーズ・エンタテインメントにある、スタジオ・エンポリウムのギフトショップで働いている際に、スカウトされ、アントワン・フィッシャーの役をもらう。なお、この映画は、ソニー・ピクチャーズ・エンタテインメントのスタジオツアーで、繰り返し流されている。スパイク・リーが監督した、2008年の戦争映画、セントアンナの奇跡では、 脱税で交板したウェズリー・スナイプスの代役としてメインキャラクターの一人を演じた。2009年の電気映画、ノトーリアス・ BIG ではショーン・コムズを演じる。アリシア・キーズの PV、ティーン・ウェイ・ラブ・アフェアでは彼女に恋する男を演じ、モニカの PV、ソ・ゴーンではモニカに恋する男性歌手の役を務め、マリオの PV、レッド・メ・ラブ・ユーでは歌手役を務めた。 ありがとうございます。